ておりました、その鈴木隆弘、本人に聞きますと、普通に不審というわけではなかったんですが、結果が出なかっただけなんですと話していた鈴木隆弘が、まずはピッチャー強襲の内野安打、ノーアウトランナー1塁です。今、川崎さん、はい、足元で、ね、ゴーランドの、オーランドのね、後に当たったんですかね、最初に。ピッチャーね、ちょっと僕が見たんですけども。はいはい、慌ててトレーナー通訳出てきましたが、ゴーランドは全く関係ない、顔色も一つ変えず、表情を変えずに今追い返しました。ただこれゴロはね、打球が低かったんですけどね、球の下に上がってね、はい、ものすごい破壊みたいな感じになりましたね。ヤクルト阪神4回戦は残念ながら4時10分雨のため中止になっています。大津鉄筋形成球1塁ランナーとから戻っています。Thank you.